あ、いいや。いかほよ。行きます。高木はまだその格好だな。うん、あと8分だった。まあ余裕でしょ。うん、これはちょっと左側行っちゃうよ。あ、全然。うん、慌てて出てきて、ちょっとトイレだったんだけど、まだ戻ってない。うんこなんじゃ。いや、さっき歩いてた。ああ、ほんと？あと8分ぐらいで閉まっちゃうんで、これゆっくり行こうか。うん、早すぎてよ、あれ。あんた、あの、みんなゆっくり行ってるじゃん。うわぁ、ゆっくり行っても同じだわ。右方向で、いやー、けいこちゃんの反応がね、面白かったな。横転するのかな。わざとじゃないんだけど気持ち悪い。なんかわざとかと思った。わざと投げねえだろ。気持ち悪い。バババだし、入れ子だ。これさ、酔い止めになってみたけど気持ち悪いんだけど。さっきのね、気持ち悪い。周知の顔も気持ち悪い。バーバー、なんかちょっとふざけた。なるほど、なるほど。そうっす、ここだ。待って、これ62って書いてある。あの細い道がさ、あ、止めた。あー、どうしたのがいる。死んでんかった。ここに止めて、こっからここに登山口あるじゃん、これ、あ、もうじゃねえや、もうこそ行きます。知ってる知ってる。から登るのが一番最短なんで。もう500回聞いたか。そんなに行ってないじゃん。知ってるよ。あ、あ、あれ、あ、行けるわ。何言ってる。あ、ば、さっきは、さっきはお前この黒やり、ロードローラーじゃん。これでしょ、これじゃん。あ、そうそう、これだね。うん、で、ここは本当はあんまり通らせたくない道だし。なんで？知らない、赤くなるから。峠だから。だから道幅が狭い。多分そういうことだろう。道幅狭い道を通るか、峠行くかもさない。あー、楽しい。キャーラインだ。うん、あ、さっき白い服で一人で写真撮ってた人が、うん、あ、あのお兄さんだったのか。写真撮ってるのか見てなかったけど、白い服、うん、白い服着てる人ずっと写真撮ってたのかって。まもなく斜め左方向でその
また見晴らし山が同じかな同じだと思う左行けるあるねあ、怖いっぽいやつとか、うん、その左側で食っちゃうとそこハマっちゃうんだよ